おはようございます。ただいまの時間はですね、3時11分朝です。昨日でケトジニックダイエットが終了して、今日から炭水化物を食べられるということで、もうね、興奮してこんな早くに起きてしまいました。今日はですね、チートデイでございます。まあ今からね、ちょっとトレーニングして、でその後朝ごはんでちょっといろいろね、昨日買ってきたんで食べちゃおうかなと思います。はい、ということでちょっとまずはね、体重測りましょう。これにシナモンをね、かけるんですよ。これがね、マジでうまい。ではね、2週間ぶりのバナナの方、いただきます。日本食スーパーに行って、冷凍されたみたらし団子があったんで、やべえ、もうね、いろんな日本のね、YouTuber 見てたらね、みんなみたらし団子食べてるから、もう、うまそうと思って、今回買ってやろうと思って、これ、うまそう。いただきます。おう、うまっ、超久しぶり、みたらし団子。あー、これはうまい。こんなうまいんだ、みたらし団子。多分ね、冷凍されてるしね、大きさもなんかちっちゃいし、日本にね、あるやつよりは劣るんだろうすけど、10年ぶりのみたらし団子はね、結構感動っすね。Ain't no kilo stash, Augusta's son had to reload that. Daddy gone, but his legacy strong. How do you figure? I too thought I'd be dead, all things considered, but I'm living.
thriving and growing, fighting opponents that I'm with it. Striving to know who died for the lowest, don't you get it? The industry hopers try to control us, I ain't with it. I got me a goal that's highly explosive with my wife and my baby. What I'm writing is weighty. Call me S.O. or Bebenberg, they knighting me lately. Stand where the light is, feeling lighter than lighter than maybe I'm getting grown. Nothing wrong with Bible and Bailey's. I open up the text, got my mind closer off the edge. Goes the architect, I ain't gotta go to your connect. I gotta go direct, him and I, through the sun up. I say him and I, you bless up, rest. Has the right perspective. はい、ではトレーニング直後のね、糖質補給ということで、イエス大福。うわー、こんなのね、もう久しぶりだよ。いただきます。おー、あー、なんかね、いちごジャムみたいな感じですね、ちょっとだけ。こんな感じで。うめぇ、マジで。このね、何？豆と言ったらね、伝統的な元祖でしょ、要は。元祖っていうか、ね。いちごクリームなんてのはもう最近できたものでしょ。こっちが王道だと思います。いただきます。うめっ。あんこたっぷり。これ全部冷凍ですよ。じゃあ、いただきましょうかね。見てください、これ。いっぱい買ってきたよ。これ、ミニジャムスポンジロール。そしてこれね、これめっちゃ食べたかったんですよ。バナナブレッド。これね、好きなんですよ、バナナブレッド。これもうなんかね、美味しそうだったから。フルーツケーキ。うん、そしてこれ、白米炊きました。いやー、久々だな、白米。白米うまいんだよね。いただきます。いやね、なんかいろんな人の食べる系の YouTuber の動画見てたら、プロタンさんとかしたら、そのもう白米がね、うまそうでね、どうしても食いたいなとなって。じゃあまずは炊きたての白米だけでいかせていただきます。うん、うめっ。うん、これですね、白米は。これね、この辺はね、俺が爆食いシーズンの時に、ちょうど2週間ぐらい前の時に買ったやつです。うん、わさびつりかけ、これ結構ね、バーってかけて食うんじゃなくて、まあ、パンとかでもそうだけど、なんかね、いろんなものをちょっとずつかけて、いろいろ味変しながら食べるのが好きで、パンも例えば1個パン用意したら、端っこの方にココナッツオイル塗って食べて、でこっち次はピーナッツバターつけて食べて、こっちはバタージャム塗って食べてとか、なんかそういう感じで結構ね、いろんな味を楽しむっていうのが好きなんで、わさびふりかけ。うん、うめえ。キムチ。いやー、キムチと米はね、やばいよね、やっぱり。
キムチと米で。うん、うめ。バナナブレッド、こんな感じ。しっとりバナナブレッド、いただきます。あ、うまい。うん、あ、うまいね。思ったよりしっとりじゃないな。なんか、ここの感じすごいしっとりしてそうなんだけど、中はなんか意外とパサパサ。うん、まあうまいけど、こんな感じで。おお、なんかね、こんな感じでいただきます。うん、あー、うんうん、あー、なるほどね、なるほど、なるほど。ちょっとこいつ、ミニジャムロールいっちゃっていいですか。ミニジャムロールはね、ちょっとこれはね、どうなんだろう。おっと、こんな感じ。これも結構パサパサしてそうだな、触った感じ。うん、これうまいね。うんうん、なんかね、うっすらと中にジャムが入ってて、で、まあ、しっとりではないんだけど、でもこの生地のがすごい甘くて美味しい。うん、これはいけるね。うめ。ということで、ケトジニックダイエット終了しました。まあ2週間って言いましたけど、正式には12日間しかやってません。今日ね、ちょっと用事が入ってて、どうしても食べなきゃいけないっていう用事があったので、もう無理やりね、昨日で終わらせました。で、今日はね、もう食べなきゃいけないということで、ケトジニックを終了して、もう今日1日チートっていう日にしようということで、トータルで12日間のケトジニックダイエットで、まあ朝体重測ったらマイナス6キロぐらいですね。だいたいスタート、ケトジニックダイエットスタートした時は 71.5 キロだったんで、トータルでマイナス約6キロぐらい痩せることに成功しました。あのね、目標は一応マイナス10キロだったんですけど、まあ結果はこんな感じで、12日間でケトジニックダイエットを行えば、僕の体だとマイナス6キロ痩せることができるという、検証結果になりました。でね、一応食べてたものというか、カロリー的には最初の1週間は2500キロカロリーぐらい取ってました。で、一瞬ですね、2日ぐらいそうしたらなんか体重が変わんなくなったんで、最初はね、ポンポンポンと体重が落ちてったんですけど、ちょっと止まったから、ちょっとカロリー減らして2000キロカロリーとか2200キロカロリーぐらいで残り後半行きました。でもね、そっからはね、やっぱり落ちがあんまりこう行きませんでした。最初は、3日4日で、4日間で4キロ落ちたんで、だから1日1キロペースで落ちたんですよ。でもそれはやっぱりね、水分とかそういうのが抜けて4キロ落ちたっていうだけで、そっからはですね、本当に 0.3 とか 0.5 とか、まあでも毎日落ちてはいました。なんで、まあ2週間でマイナス10キロっていうのは、もっとね、カロリーを減らさなきゃいけなかったんだなと思います。でもあんまりね、カロリー減らしてやっちゃってもまたそれは意味がないなと思ったので、まあこのぐらいのカロリーでね、炭水化物ゼロにしたらこのぐらい痩せますよっていう僕の結果でした。そして前の動画でずっと下痢だったっていうことをちょっと言ってましたけど、あれはですね、最初の2、3日はマジで下痢でした。めっちゃ下痢でお腹痛かったんですけど、そこからはですね、まあ
ゆるいって感じでしたね。柔らかい、ゆるい、めっちゃ下痢ではないけどかなりゆるい感じの便、大便っていう感じだったんで、まあね、ちょっとコメントでその下痢だったら消化吸収されてないから意味ないよっていうコメントがあったんで、まあそのマジ下痢ではなかったですよっていう、まあちょっと僕のね、あの書き方言い方も良くなかったのかなと。ずっと下痢って書いちゃったんで、最初の 2,3 日はガチ下痢で、残りはそのまあゆるいってだけだったんで、多分それは大丈夫だったんじゃないかなと思います。むしろ後半、最後の 2,3 日はちょっとね、むしろ逆に固めな感じになってました。はい、多分ね、もしかしたら体がもう慣れてきたのかなと。ケトジニックの食事に慣れてきて、もしかしたらこっからもっと調子良くなってたのかもしれないんですけど、まあ、僕は一応2週間以内っていう期間を決めていたんで、まあこれ以上やらないですし、あとね、やっぱり今回ケトジニックをやって、僕はケトジニックはちょっとダメだなって思ったのは、本当にですね、なんか筋肉が張らないんですよね。これはもうね、自分毎日鏡見ててもう圧倒的にわかるんですけど、筋トレした後とかやっぱりね、あの昔の写真とか見返すと全然筋肉のこのね、もう張り具合が全然違うんで、やっぱり筋肉に張りを出すには糖質が必要だなということをね、めちゃめちゃ実感しました。それがね、一番僕の中で今回ケトジニックダイエットをやって大きな収穫だったかなと。僕の場合はやっぱ筋肉質な体を見せたいんで、どっちかといったらパンプさせたいタイプなんでね、マッチョになりたいんで、はい、なんで僕はかっこいい体を見せるにはケトジニックダイエットはちょっとダメだなと。だけど毎日体重はもちろん落ちてっていたんで、このままケトジニックダイエットを続けてたら多分もっとこう落ちてっていたんで、もう1ヶ月とか2ヶ月とか続ければ全然マイナス10キロとかもっと超えていったと思うので、ダイエットをしたいっていう人、体を細くしたいっていう人には向いてるのかもしれないです。でですね、今後の予定なんですけど、今日チートデイをして、で明日からまたダイエットを続けます。しかしケトジニックダイエットはやりません。まあ以前僕がやっていたダイエット方法、食事方法に戻して、一旦ですね、もうちょっと体重を落として、今65キロ5.何かだったんで、今日の朝62キロとか3キロぐらいまで、まあ僕のベスト体重だった頃ぐらいまで戻して、でちょっとね、またトレーニングとかその体重でできるやつをちょろっとやったら、またそこからどうしようか考えます。まあ一旦増量してまた違うダイエットを試すのか、他にもね、いろいろプランニングはあるんで、試したいこと、実験があるんで、そういう感じでやっていこうと思います。はい、ということで今回はケトジェニックダイエット終了、そして、炭水化物いっぱい食べましたという動画でした。そしてまだ今日これから、今からですね、昼ご飯夜ご飯とまたいっぱい食べるんで、何キロ体重が増えるでしょうか。はい、まあそんな感じで今日は動画を終わろうと思います。また次の動画で会いましょう。さよなら。